はい、よろしくお願いします。うちでは展示初めて、初めてですね。長らくお待たせしちゃいましたけど、はい、3年越しです。もしよくちょっとトラブルが間に入りました。、はい、ちょうどよかったです。いやいや、作品を揃いました。 ありがとうございます。これ株掛けちょっと珍しい感じのこれですよね。これね、初めはコースターにしようと思って作ったんですけど、ちょっと寂しいので、息が悪かったので、3つ並べると面白いかなと思って。このシノがかっこいいですけど、これももともとその、なんですか、壁飾りのつもりでこれは作られたんですか。そうですね、壁掛け用に。さっきちらっとお話聞いたけど、シノは何日やるんですか。3日半から4日ですね。かなり入れっぱなしで、かなり入れっぱなしで、そんなにかかるんですね。1250にして3時間で出すんですけど、はあ、その後もゆっくりさまさましながら。シナは独特の雰囲気ですよね。このですね、なんとかぷくぷっとしたところと、ね、柔らかそうでもあり、力強さもあって、ですね、力強さを出したいんですけどね。これも白ですよね。これも白です。こうなんかドロッとなかなか溶けないってことですか。高い温度で溶けないんですよ。溶けないですね。なかなか溶けてくるので、この溶けすぎるとまた面白くなる。そういうことですよね。透明になっちゃうので、溶けすぎてはいかんし、溶けないといかんし、そこが足のは難しい。ようやくこの赤い色が出るようになりました。あ、これも白ですね。これも白ですね。中のその赤い土がこう少し見えてくるぐらいまで溶けたっていう、ね、そう、中の鉄分が浮き上がってくるんですね。はあ。それが浮き上がらんといかんんですけど、もともと土の色がこんなに赤いわけじゃなくて、鉄分として赤く、うん、少し鉄分の入った土なんですね。ああ、なるほど。少し鉄を入れて、まあいろいろと、これが瀬戸風呂ですね。引き出し風呂ともいいんですけど、1200度ぐらいの時に、釜から出して水につけるんですね。はい、水つけちゃうんですね。ジャバッと冷水につけちゃうんです。割れないんですね。これは割れないんですね。へえ。大体誰がそういうことを考えてるんでしょうね。ねえ、本当に僕は素人なんで、もう本当我流でやってるんですけど、これ急に冷やさないとこの黒が出ないっていう、そういうことなんですね。はい、これも同じですね。同じですね。冷やさないやつだと、冷やさないと、これそう、この色になります。この色、これは釜に入れっぱなしだと、釜に入れっぱなしでゆっくり冷やしていくと、こういう感じ、こういう茶色っぽい、マットな感じですね。そうですね。この色はこれ、この色はこれは一回出して冷水でジャッと入れると、はい、こうピカッと出しにしてますね。真っ黒な、そうですね、真っ黒。蒸し風呂というような問題ですね。まあ、シノもあれば、はい、オリベも、これはオリベじゃないですね。白いですね。これは、何ですか。こう還元とかいろいろ空気の入れ方で色が変わるってよく見ますけど、これは酸化ですね。酸化、はい、酸化じゃないと、はい、オリベは色が出ないですね。あ、そうなんですね。はい、シノは還元をしてから酸化をするんですね。還元をしておいて、その後で酸化をしないとこの火が出ないっていうのは、赤っぽくなってかない。赤っぽくなる。大体陶器の人話をし始めると科学的な話になっていっちゃうん で逃げるんですけど、難しいわけがわからない。また釉薬と土の相性だとか、はい、様々ですよね。そういうことですね。同じ釉薬でも土が違うと発色違ったりとか。なるほど。なかなか思いつかないこと。確かに。この傷となんかさっきと雰囲気が違う。そうですね。ちょっとマットな感じの。ですね。うん、へ、僕はこの傷とか一番好きなんですけど、なかなかこういう風にできなくて。渋いですね。おとなしいというか渋いですね。そうですね。そうですね。僕も傷とか一番好きなんですけど。どのくらいやってみるんですか。その陶芸というか、僕はもう30年ぐらいやってるんですけど、いわゆるろくろを触り出して30年ぐらい。あ、焼くようになったのはどうなんでしょう。10年ぐらいでしょうか、自分で。それはきっかけが何かあったんですよね。こう陶器を始めるのに何か、元々茶碗好きだったのか、茶碗を見る機会が多かったので、
見ることから始まって、興味が湧いて作る、ね、自分で作りたいっていうのが。そうですね。なぜ誰かに習おうと思ったんですか？一時は習ってたんです。はいはいはい、習って、今も医師会で陶芸教室で先生を呼んで、教えてもらってるんですけどね。でも細かいところは全部自分で工夫してどんどんと。そうですね。焼き方なんか教えてもらえないのですので。作り方も焼き方も誰も教えてくれないのでもうガリですね。この島はほっこりしてる。いいでしょ、これは何の、鉄の絵が描けてなくて、もう土と死の湯だけでも、そうか。こういうのも火が出ると面白いですね。赤いところが出ると面白い。これも、ね、絵が、そうですね、これは石ので、鉄の絵を描いて、それで描けてるんですね。まあ、鉄の絵を描けるときはできるだけ荒々しくっていう風な感じで、大雑把に描けてるんですけど、そうか、そういうものが市の、まあ、常識といったら、わかんないですけどね。あるんですね。そうですね。市のちょっと荒々しさがあった方がいいのかなっていうふうなイメージしていますね。僕はおじいちゃんがこたつに入って、水戸黄門見ながら、市の、の大きな茶碗でお茶飲んでるっていうのが、うちのおじいちゃんにそうあって、なんかそれで市のに憧れるんですよ。なんか市のいいですよね。なんかこう、あったかみがあって、いいんですよね。そうですね。その中で、ちょっと荒々しさがあったり。でも、なのに違うけど、はい、一緒にやってらっしゃる仲間が、ね、はい、今回、全員で7人で、そうですね、で展示をされてるということなんですが、はい、まあ、生徒さんというか、ね、生徒のお仲間です。一緒にやってらっしゃる。僕は教え、ほとんど教えてない。みんな自分で好きなようなものを、作ってます。彼はもうこういうカンナ、カンナ掛け、カンナ、飛びカンナって言うんですけど、カンナで傷つけて茶碗を作って、デコボコができてるんですね。それぞれお好きな形が、そう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 、みんな自分なりの好きなものを作るという会ですね。同じ形ですね。同じです。お皿ですけど、傷をつけておいて、その上から色の土をかけてます。白土とかグレーの土をかけて、その後で透明の釉薬をかけてる。最後に透明の釉薬をかけてるんですけど、かなり工程としては複雑な工程。そう、複雑ですよね。企業秘密みたいなですね。白い土をかけて、その後で削ってまたグレーの土をかけるぐらいの手間をかけてると思います。あ、そうですか。もうそういう性格の方なんですね。そうね。ちょっと今聞いてらっしゃらないと思って。なるほど、なるほど。これは白い土、茶色の土に白い土をかけて、で、その上、その後に削ってます。わかりました。それはなんとなく分かりました、はい、茶色のところの方が奥にあるんですね。奥ですね。で、白い土をかけて、土が表面にずっとあったんだけど、それを削ったことでまた茶色が出てきたってことですね。そうです、そうです。ああ、なるほど、なるほど。で、その周りに今度は青っぽいような黒い土をかけます。あ、そうなんですか。この一番外、その周りですね。ちょっとこうやってます。なるほど。そういう性格の方なんですね。そうですね。まあ、1枚作るのに1ヶ月ぐらいかかってるんじゃないでしょうかね。で、さっきちょっと医師のなんとかとかそういうの話もちらっと出たんですけど、話しちゃっていいんですか、どういう所属のメンバーなの、まあ、ないかもしれない。医療機関で、はい、仕事が終わってからみんな集まって1週間に1回作ってるって1週間に1回その仕事のお仲間なんだけど、そうです、そうです。みんなが集まって、そう、看護さんだとか、事務の子だったりとか、集まって夜遅くまでこそこそおしゃべりになります。珍しい職場だ。面白い職場です、お名前は言わないわけ。いいですよ。天白の人はご存知かもしれない。
そうですね。いいですね。天白あそこはどういったのかな。島だから。はい、島だから大根の方にあるんですね。ですね。島田住宅っていうところの少し手前にあるんですか。あ、目印は、あの、島田郵便局の隣です。隣ですね。すね松川クリニックさんっていう、はい。そうです。病院の先生なんですよね。そうです。先生がこういうことを趣味でやってらっしゃって、そこに勤務されてる方々がお仲間で一緒にこうサークルとしてやってらっしゃる。非常にチームワークで。いやー、本当ですね。それは非常に感じました。こうシーサーをずっと作ってらっしゃる方も、あ、女性の方なんですね。そうです。なかなかユーモアがあっていいですね。シーサーいいでしょ。いいですね。うん、可愛いです。表情がこうなんかすごくね、リアルな感じでやってるものもあれば、すごくデフォルメです。これも全然表情違うし。そうそうそう。それぞれがでもちゃんと対になってて、ね、ちゃんと、はい、計画して作ってるんですね。これさっき言ったのね。ああ。同じ方だ。このさっきこれですね。そうですね。ここですね、はいはい。飛び方の、ね。この方は違うの、ね。また違う人ですね。この方はお酒好き。この方はあのお医者様です。ああ、そうですね。先生。はい。西区からね。わざわざ夜遅くに家に来て一緒になって作ってる。お腹も入れてよと。そうですそうです。これすごい色してます、ね。面白いですね。どうなってるんだろう。綺麗。これはね。あの白の釉薬の上に、はい、この織部の釉薬をかけたんです。ほう、そこでスーッと垂れて釉薬が重なってるグラデーションになってずっとかかるんですね。これ綺麗ですね。すっごい綺麗ですよ。こういうことって織部がやるんですか。あんまり見たことないから、あまりないですね。ないですよね、うん、もあのうちのうちの子が最初にこれやりだしたら、ああ面白いなって。で、これのこの白とオリベを混ぜちゃうと、あのオブジェになる。オブジェの色じゃないですか。この足元ですか。この色。これはなんて言うんでしょう。この色はちょっと、トルコブルーに近いよ。なんでしょうね。そんな感じですよね。ね、ブルーよりもグリーンに近いな。エメラルドグリーンに近い。オブジェなんですね。こういうオブジェです。これちょっとこれまだ作られてますね。そうなんですね。こういうあのお人形系統のものをいっぱい作る動物だったりとか。今回ムーミンシーですね。あ、女性ですね。女性です、ね。男性だったらどうしようか。そうです。あ、メールにもうなかなか。うん、表現が可愛いでしょ、うん、上手で。そう、この中で何も見ずにずっとこうやってパッパッパッと作っていっちゃう。あ、そうなんですね。頭の中にもう入ってる。頭の中入ってる。何にも見ずにこれを人形ができちゃう。面白いなんですね。すごい才能。へえ。皆さんでもあの仕事の上でもこうチームワークがですね。すごくとてもいいでしょう。いいですよね。仕事もねみんな仲良くて。なんかこう仕事が長くなっちゃうことはないですか。大丈夫ですか。それはないですね。それはないです。仕事仕事で、うん。なんか動物関係、生き物関係多いですよね。うん、猫の好きな子とか人が多くて、あ、猫作ってます。先生なんだろう。女性的でしょ。女性的ですね。男性ではダメしないですね。ですね。でこれもですね、あの白の釉薬に、はいはいはい、あのオリベの釉薬をかけるとこうなります。流れてる感じが流れてるんですね。いいですね。すごいですよね。いや、そうか、オリベだとは思わないな。そうですね。これはもうね、まあ、お茶碗の感じですね。そうですね。こういう感じが、あ、そう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 ですね。絵を描いて、はいはい、
周りのところです。釉薬としては一緒なんですか？一緒です、一緒です。釉薬みんなとこ使うんですか？ああ、そういうとこまでやられますね。そうです、釉薬のために使って、まあ、好きじゃなきゃなかなかそこまではやらないですよね。仕事なら別ですけど、この牡蠣いいですよ。もうすぐですよ、うん、なんか木の幹みたいなイメージですかね。そうですね、力強くて、でもなんか優しい感じがあって、大きな力になってます。これは、なんていうんですか、カシキ、カシキですね。カシバチ、生活がしたいですね。そうですね、本当に。お饅頭を出せるようなね、お饅頭なんです。でもね、こういうのなんかは料理にも使えます。お惣菜のするのに、なかなか普通の形じゃないんですよね。食器として、ね、まあ、食器で皆さんが持ってる形じゃないので、ね、ちょっと面白いな、ね、足がついてて。ちょっと深さが、いいなぁ、かわいい。この子も猫さんが大好き。さっきの方とはまた別の方なんですね。そうですね。そっか、こういうのちっちゃいの作ってるんだ。かわいい。この方が多分この人と一緒に、そうですね、サボテンのシリーズが、それちょっと飾ってもいいな。これオリベの釉薬なんですけどね。こうなんかもうオリベったらもうサボテン作るしかないでしょうっていう感じで作られたんですよね、これ多分。そうそうそう。いや、なかなか芸術性もあって素敵だな。ランプって書いてあるから中に中に入れるとね、皆さん楽しんでらっしゃって、なんかね、楽しくやこうみんなが仲良くやってる感じが伝わってきますね。そうですか。陶器って結構一人で作りますもんね。みんなこう黙々と一人でやる作業だから、なんかね、そういう感じじゃないですよね。みんななんか楽しそうにやってる、楽しみながら、お茶飲みながら、うん、はい、さっき聞いたお酒は飲まないから。そうですね。いや、一番の陶器難しいところってどんなところですかね。陶器ですか。なんでしょうね。やっぱり出来上がらないと、初めてどんなに形よくてもね、釉薬をかけて満足いくものができないといけないので、そこですよね。釜から出てみないとわからないとか、焼いてみないとわからないとか、釜の中でも場所が違うと出来上がりが違ったりするってこともあるので、思うようにいかないことが多いんですよね。それがまた楽しいですけどね。これ知らない人もいると思うんですけど、このオリベ緑色してますけど、はい、釉薬の中では何色してるんですか？グレーです。グレーなんですね。そこなんですよね。ちょっと黒っぽいようなグレー。そう、発色してくるわけですね、焼くことで。そうです、そうです。そこが不思議な、この中、ね、緑色を塗って焼いてるわけじゃないわけですよね。そうです、そうです。やっぱり知らない人だとびっくりしますよね。だからみんな釉薬がかかって焼く前の状態ってほとんど白かグレーかみたいな色してるんですよね。そうです、そうです、そうです。焼き上がった時におお、色がいい、色カラフルになって、そうです、そうです。そこが楽しみでもあり、狙った形に上がらない難しさがある。そうですね、まあちょっとあんまり長くお話ししてると皆さん待ってるのでそろそろこの辺にしようと思いますけど、ありがとうございます、はい、また1週間ね、水曜日から月曜日までお世話になりますけど、はい、楽しみにしてますので、はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。お疲れ様でした。